こんな付箋よく使うとか時ありますね。でも取る時になかなか1枚だけ取れないっていうことがありませんか？それを解消する方法です。まずペタペタした方が外側になるようにキューって折り曲げます。そうしてこの開いている方ですね、ここをギュッと握って、これを無理やりこうずらします。はい、これで少しずれました。斜めになっています。少ない場合はこれを 2,3 度繰り返してください。こっちの方がしやすいかな。ベタベタの方を外を、そして無理やりこう伸ばす。これで斜めになりました。こうすることで1枚ずつ剥がしやすくなります。できたら両面テープを貼っておいて、一番最後の1枚だけは無駄になりますが、ここに貼っておきましょう。少し段がついているので1枚ずつ剥がしやすくなりました。